本日のテーマはすぐに結果が出ない時の考え方です。本日ご紹介する本はこちら、夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです、という本です。この本は小説家の村上春樹さんへのインタビュー集です。村上春樹さんといえば日本を代表する小説家、1987年に発売されたノルウェーの森は累計で1000万部を超える大ベストセラーとなっています。そんな村上さんですが、ご自身のことを天才タイプではなく努力を重ねるタイプだと言っています。そのことがわかる2つのエピソードをご紹介しましょう。まずデビューのタイミングについてこのように語っています。天才的な作家っていますね。何も考えなくてもどんどん着想が湧いてきてスラスラ書けちゃう人、20歳ぐらいでデビューする人は大抵そうです。でも僕はそういうタイプではありません。書きたいことが自然には湧いてこないから、自分でシャベルを使って井戸を掘りながら書く。だからデビューしたのも30歳過ぎで遅かった、と。またノルウェーの森に関するエピソードとしてこのようなことを語っています。ノルウェーの森をギリシャで書き始めたのが38歳の時、以来10年近くずっとギリシャのことを書きたいと思っていたけれども、10年経ってやっと小説の書き頃になった。10年くらい時間を置いてから書くと、書いていくうちに風景がどんどん染み出してくると。何冊も本を書いている小説家であれば自然と書きたいことが浮かんでくると思うかもしれませんが、実はそうではないのです。村上さんは小説を書くには熟成させる期間が必要だと言っています。時間を置くことで改めて気づくことがあるということです。ここで改めて考えてみたいのですが、今お伝えした考え方は私たちの普段の生活やビジネスにおいても適用することができると言えるのではないでしょうか。今学んでいることがすぐに役に立つのではなく、数年後に初めて役に立つという感覚を覚える、そのようなことが起こり得るということです。そういった意味では今結果が出ていないからといって焦る必要はありません。その時は今は自分の中で熟成をしている期間と考えればよいのです。だからこそ私たちは人生を長い時間軸で捉え、その上で今何を学ぶべきかという点について考えることも大切と言えるのではないでしょうか。それでは明日から実践できるアクションプランまとめていきましょう。私たちは学んだことをすぐに生かすことは難しいという認識を持ち、学んだことを長期間にわたって熟成させることを前提に一日一日を過ごしていくことが大切と言えるのではないでしょうか。